誕生日は98年8月31日です。身長は174センチです。体重は80後半ぐらいだと思います。測ってないんで分かんないです。血液型は血液は B です。視力は右 1.2 の左 1.5 です。出身地は群馬県です。利き手は左で左利きです。足のサイズ26.5 です。特技は特技ゲームですちょっと座右の銘は座右の銘はないです中学時代の部活はサッカー部です。高校時代の部活は同じくサッカー部です。学生時代得意だった科目は体育です。学生時代苦手だった科目は家庭科です習い事してた習い事は、柔道とフットサルをやってました。やったことあるアルバイトは佐川の宅配のお手伝いをしてました。今の趣味は今の趣味はフェスの観戦です。あと映画鑑賞。兄弟はいる兄弟はいないです。ペット飼ってたことある。ペットはダックスフンドを飼ってました。好きな食べ物は全般的に好きなので、全部同じくらいです嫌いな食べ物は嫌いな食べ物も特にないです。好きな飲み物は好きな飲み物はミルクティーが好きです。嫌いな飲み物は飲み物か分かんないですけど OS1 は嫌いです。好きな動物は犬です。苦手な動物は特に全部大丈夫だと思います。行ってみたい場所は行ってみたい場所はスペインに行きたいです。行ってよかった場所は行ってよかった場所はブラジルです。最近買ってよかったものは特に何も買ってないんだよな分かんない。最近欲しいものは最近欲しいものベッドのマットレスが欲しいです。集めているものはある最近で言うとアイドルのグッズをちょっと集めました。スマホの待ち受けは何？スマホの待ち受けはモドリッチにしてます。カラオケでよく歌う曲は？カラオケは苦手なんで小学校以来行ってないんで分かんないです。好きなアニメは？最近天スラを最近また見始めました。好きな映画は？マーベルシリーズで、一昨日もエターナルズという映画を見に行きました。好きなキャラクターは？なんだろう、わかんねえな。特にこれっていうのはないです。初恋はいつ？初恋は中2ぐらいだったと思います。付き合うなら年上、同い年、年下？同い年か年上がいいですどんな人がタイプ？明るい人がいいかなと思います。どんなデートが好き？わかんないな。結婚願望はある？ちょっとはあります。なんだこの人子供は何人欲しい？自分一人っ子だったんで兄弟 2,3 人ぐらいいればいいかなと思います。好きなアーティストは？マルーン5というグループが好きです。好きなお笑い芸人は？ハライチの二人が、実際に会ったことあったし面白かったです。好きな女性芸能人は？新川優愛さんとか
かな。似てるって言われたことがある芸能人は、ミルクボーイのあの人です。ちょっと名前出てこない。尊敬する人は、尊敬する人、まあロナウドとかですかね。朝方、夜方。夜方です。平均睡眠時間は 4,5 時間だと思います。起きたらまずすることは何？携帯をずっと眺めて目を覚ます。ご飯派？パン派？ご飯派です。好きなお弁当のおかずは？弁当のおかず、なんだろう、わかんねえ。コンビニでよく買うものは？コンビニでよく買うものは、飲み物とおにぎりです。これまでで言われて嬉しかった言葉は？言われて嬉しかったこと、いや、わかんねえ。自分の好きなところは？好きなところは特にないです。自分の直したいとこは？直したいところは、周りに気を使って言いたいことを言えないときがたまにあります。癖は、まあ、こうやってって言ってるところですかね。親に何て呼ばれている？親には、ケンちゃんと言われてます。最近の悩みは？最近の悩みは、そうですね、まあ、たまに寝れないことがあります。ストレス解消法は？ストレス解消法は、ずっと映画を見ることだと思います。電車、バス、車、徒歩、どれが好き？徒歩。10年前の自分に声をかけるなら？好きなことをどんどんやってほしいって感じです。10年後の自分に聞きたいことは？楽しく生活できてるから。一度やってみたい仕事は？一度やってみたい仕事はポペ色とかちょっと興味あったんで、昔からちょっとやってみたいなっていうのあります。将来の夢は？将来の夢は、まあ、楽しかった、幸せだったら何でもいいなっていう感じです。海外に住むとしたらどこ？ヨーロッパに住んでみたいです。地球最後の日、何をする？友達と仲良く、友達と楽しくいつも通り過ごしてます。自慢できる話を一つどうぞ。自慢できる話はないな、特にないです。生まれ変わるとしたら何になりたい？生まれ変わるなら、今まで一番辛かった思い出は？今まで辛かった思い出は、まあ、高校の時毎日3時間ぐらいの睡眠しか取れなかったことです。サッカーで好きなフォーメーションは？好きなフォーメーション4-3-3かな。好きなクラブチームとナショナルチームはどこ？レアル・マドリードが好きで、ナショナルチームはスペインです。この試合が生で見れて幸せだったという試合は？クラブワールドカップの鹿島対レアルを見に行きました。自慢できるサッカーグッズは？サッカーグッズ、なんもないな。有名選手のサイン持ってる？持ってないです。ジャージ着るならどこのブランド？まあ、いや、ナイキかな。好きな背番号は？好きな背番号は、まあ、CTU だったらやっぱり1番が好きです。サッカーの次に好きなスポーツは？サッカーの次に好きなスポーツは、まあ、自分がやってたので柔道が好きです。今一押しの若手選手は誰？若手選手はやっぱりレアルのヴィニシウスだと思います。日本代表だったら誰が好き？日本代表だったら、まあ、キーパー目線で谷選手が好きです。日本代表の監督になってほしい人はいますか？なってほしい人、モリーニョ。サッカーゲーム以外で最近やったゲームは？最近やったゲームは、まあ、APEX だったりグラセフとかをやってます。今やってみたいゲームは？今やってみたいゲームは、なんだろうな、探してます。スイッチ派、プレイステーション派、スマホ派？プレイステーション派です。ダウンロード派、パッケージ派？ダウンロード派に最近なりました。好きなゲームの条件は？好きなゲームの条件、
まあ、コツコツやれるのが結構好きです。あまり得意じゃないゲームは？まあなんか一人でやることが好きなのでオフライン要素がある。仕事でゲームは負け知らずだった。まあ、そうですね、小学校ぐらいの時はウィーレで地元ナンバーワンを言ってました。一番思い出のあるゲームは？ウィーニングレブ2012ぐらいのやつが一番面白かったです。一番課金したゲームは？全部ウィーレだな。ウィーレで多分課金結構しました。ゲームに総額いくらぐらい使ったと思う？総額、でも総額10いったのかな。週に何時間ぐらい盛りやる？週はまあ3、4時間やも。盛りは何歳までやると思う？まあ自分が飽きるまでは触ってみたいとは思います。盛りで一番好きな選手は誰？盛りで一番好きなのはクリスティアーノ・ロナウドです。盛りで好きな戦術は？好きな戦術、カウンターですかね。YouTube で初めて見た坂芸の動画は？メッセさんかな。坂芸で一番面白かったと思うイベントは？イベント、ゲームショー。 FIFA に追加してほしい要素は？ FIFA に追加してほしい要素は分かんないです。 EFT に追加してほしい要素は？まあ、フレマーをとりあえず速球に今は欲しいと思います。坂芸が盛り上がるにはどうすればいい？いや、わかんねえ。ウィーレがなかったら今どうなってたと思う？別のゲームをひたすらやってると思います。はい、はい、というわけで今、各県に聞く100の質問やっていきました。はい、どうでしたか、ね、ゆかさん。面白い回答ありました？面白い回答はあんまなかったんじゃない？ないまあなんか知らなかったことはありました。あ、そう、知らなかったことはね、あの学研が一人っ子だったっていう。あ、いや、そう、兄弟いるのかなって思った。あ、なんか結構なんかしっかり、俺勝手に一人っ子だと思ってました、ね、本当なんかちょっとしっかりしてる感じだから下にいるのかなっていう、なんか優しい感じとかあるし。あ、まあ、確かに、うん、それちょっと確かに分かる気がする。俺でもちょっとケンちゃんが、あのケンちゃんはちょっとね、面白かったね。ケンちゃん呼びかって。ないっすもんね、ケンちゃん。なんか分かんないですけど、ね、いやもう家族問わずに、もう先輩後輩からもずっとケンちゃんって言われてたんで。あ、じゃあケンちゃんか。ケンちゃん。地元では、もうそんな感じで。地元ではケンちゃんか。はい、あ、でもこの、好きな食べ物も、なんか嫌いな食べ物とかも全くないんだっていう。ああ、それそうっすね。特にないです、特にないですみたいな。珍しいっすよね。何でも出せるってことね、だから。確かに。高校の合宿とかもなんか全部出されたもん食わなかったらなんかお前次の試合出さないかみたいなのもあった。それはあったね。ありましたし、うんうん、まあ、基本出されたもんは全部食べるみたいな感じなところは自分自身もあったんで。味覚死んだかな高校時代で死んだもしかしたらなんか全部食べられるようになんなきゃっていうことがもしかしたら変わっちゃった元からあったじゃんわけじゃない。あ、でもこれこのカラオケがさ全然行かない、はい、行かなかったってこれ結構あれじゃない？だってなんか打ち上げとかで行くことなかったカラオケとかって。いやー、打ち上げの時とかはまあ行きますけど自分はずっと聞いてるやつ。あ、歌ないいたね。いるね、やっぱね。いたわ。いや、なんか一人で歌うとか、まあ、自分の家とかではたまにありますけど、やっぱ人前でまあ音痴なところがあるんでちょっとどうしても自分からは行かないですかね、うん、なるほど。そうか。あ、 あと、格言が、実は年上、同い年か年上の方がいい。ああ、推しがそうなんですか、日向坂の。あの人、年上？同じ。そういうことか。あ、そういうことか。まあ、なるほど。狙ってるっていう。いや。なるほどね。まあ、じゃあ、答えれなかったやつ。まず一つ。まあ、どんなデートが好きは答えれてなかった。まあ、確かに、格言の理想のデート。いやー、まあ、自分が結構、まあ、人に合わせるんで。なるほどね。人に合わせちゃうタイプか。そういうことか。合わせちゃうタイプか、格言。ここでこんな語る必要ないと思ってるんで。まあなんかその人が、まあなんか良ければ何でもいいって感じなんで。でもどうすんの？ケンちゃん、じゃあデートプラン決めてきてって言われたら。いや
来週の土曜日に私時間空いてるからケンちゃんちょっとじゃあデートプラン考えてきてって言われたらどうする？いやわかんないわかんないわかんないかと、あとは赤毛がね結構答えれてなかったかな。ああそうね、後半の赤毛、まあでもちょっと難しかったな。いやこれ8秒で出ないっすよまあ一瞬、ほんと一瞬だったもんね。確かに赤毛が盛り上がるには、うん、赤毛が盛り上がるにはこれ確かに10秒か。確かにとっさにこれ出てたらすごいね。常に考えてたらすごい、常に赤毛が盛り上がるか考えてたらなんかシュッて出てきそうな感じもするけど、うん、確かに。あ、でもこのウィーレがなかったら今どうなってたと思うわ。いや、なんてことでしたっけ。他のゲームたくさんやってると思いますあれちょっとさ、適当よ。だってウィーレなかったらさ、多分今ここで多分こういうことやってないわけだ。そういうことだと、うん、あそうですね。多分そうなってた。行けてなかったんで、まあ実家に戻ってるんじゃないですかね。実家に戻ってウィレじゃないゲームやり続けるでいい。はい、っていう感じで、まあ、学研100の質問をやっていったわけですけど、これ多分また僕とまやかさんが多分順番に、まあ、いつになるかわかんないですけどやっていくと思うんで、質問変わるってことだよね、多分ちょっとは。まあちょっと変わると思います。何かしら変わるんじゃないですか、ね。まあ、これがベースになって、まあ、そうだね、うん、まあ、なんで、まあ、また次の企画あるときにまた楽しみにしてください。